今ですね、タイの、バンコクにいます。でバンコクのパッポン通りってあるんですけどね、こちらが今パッポン通りのところです。今シーロム通り、ここ面してみます。でこれはホテルが結構あるんですけどね、日本から来る人もね、ここら辺のホテル泊まる人で、モンティンホテルってあります。モンティンホテル、割とお手頃に泊まれるホテルですね。で、この辺り夜になるとですね、もう今もうすでにね、夕方今6時ぐらいで店も結構開いてるんですけど、出店がね結構できます。こんな感じですね。で、ゴーゴーバーとかね、もしくはゴーゴーボーイね、男が裸になって踊ってるだけになってるんですけど、ね、まあ、そういった店も結構これのオープンします。で、タクシーとか12時以降過ぎてしまうとね、結構メーターつかないタクシーがあるのでね、もしここ遠くに例えばホテル泊まってる人だったら、まあ、ちょっと気をつけた方がいいですね。メーターつかるかつかないかちょっと確認をした方がいいです。で、こんな感じですね。でこの辺り飲食店もね結構あるんで、タイ料理はじめ、日本食ですね、そういった感じでね、料理も困らない、食事も困らないかなって感じはします。で谷屋通りがあるんですけど、谷屋通りには日本人向けのねカラオケスナック、ちょっとした日本語話せることが結構多いんですけどね、まあ、そんな店が結構あります。まあ一度タイのバンコクに観光できたら、このパッポン通りもこちら見たりしますね。これすげえな、この BM の7シリーズですから、高いのこれ、ちょっと古い、ちょっとだけ古いけど、でけえなこれ、旧式ね。